DWS の鈴木です。今回は iConPro オーディオからリリースされているシングルフェーダータイプのフィジカルコントローラー P1 7をご紹介してみたいと思います。フィジカルコントローラーというのは、まあ、簡単に言ってしまうと DW ソフト専用のリモコンみたいなものをイメージしていただければ分かりやすいかと思います。通常であればパソコンの画面上のフェーダーであったりボタン、つまみなんかをマウスを使ってコントロールしていく形になりますけれどもフィジカルコントローラーがあれば実際のフェーダーやつまみを使って 直感的に DAW ソフトをコントロールすることができるようになっております。当然、再生停止とかですね、そういったこともできるようになっておりますので、マウスとは違ったより直感的なコントロールができる、そういうアイテムになっております。で、こういうフィジカルコントローラーって、結構サイズが大きいものであったりとか、あとお値段も高いものっていうのがすごく多いんですけれども、そんな中でこの P1 なのは1チャンネルフェーダーにすることによって、サイズも比較的コンパクトで起きやすいかと思いますし、お値段も非常に手頃です。 で今はですね、この P1 n o 本体プラス、この拡張のディスプレイ、これ D5 っていうモデルなんですけれども、これを組み合わせて使っておりますが、P1 n o の本体と USB ケーブル1本でつながっていて、こんな形で角度も自由に変更できるんですけれども、でこれがどのように生きてくるのかっていうのは、ちょっと後ほど詳しく見ていきたいと思います。これの全身にあたるモデルであったりとか、同じ i c o ン p ロ a y Audio のプラットフォーム M プラスっていうモデルを今使っているんですけれども、 この P1 なの発表されたときからかなり気になっていたんですけれども、今回は国内代理店のフックアップさんのご講意でお借りしてじっくり触ることができましたので、どういうことができるのか、詳しくご紹介していきたいと思います。ではまず最初にフィジカルコントローラーとしてどういうことができるのか、基本的な部分からご紹介してみたいと思うんですけれども、今 DW ソフトはロジックで使っていますけれども、主要な DW ソフトには一通り対応しております。 でこのあたりにもですね、すごく大きなギミックがあるんですけれども、それも後ほどご紹介したいと思います。どういうことができるのかっていうのは、だいたい本体を見ていただければわかるかと思いますが、再生停止ですね。いわゆるトランスポートのコントロールと、このホイールを使うことによって、再生位置をこんな形でコントロールすることもできるようになっております。ジョグホイールには、この再生位置の変更だけでなくて、いろいろなパラメータを割り当てることができて、 こちらズームボタンポンって押していただくと画面のズームがこんな風にコントロールできるようになっておりますあとはチャンネル選択を行ったりですとかまだこのホイールを押し込むことによって色が赤く変化するんですけれどもこんな状態でスクラブ再生もできていきます今ちなみにクリックが鳴っちゃってると思うんですけれどもこのクリックのオンオフもこんな形でですねボタン1個で切り替えることができちゃいます 続いてこの左側のセクションを見ていきたいと思いますけれども、この1番目立つフェーダーですね。これは選択しているトラックのチャンネルフェーダーのコントロールができてきます。当然曲を作っていくと1チャンネルで済むっていうことはありませんので、何十チャンネルもこう切り替えながら操作していく形になるんですけれども、チャンネルの切り替えはこちらのボタンですね。右左のボタンを使うことによって、1個右の、1個左のチャンネル、こんな形で切り替えることができます。で、こう見ていただくと分かると思いますけれども、 このフェーダー部分にはモーターが仕込まれていますので、画面上のフェーダー位置とコントローラーのフェーダー位置が常に一致してくれると、非常に快適に操作することができます。で当然、ミュート、ソロ、レックアーム、録音待機状態にすることもできるようになっております。あと、これもよく使うパン。これも当然コントロールできます。今、こちらのタッチパッドがパンモードになっていますので、この状態ですと、この画面の上側のつまみ、 これを使ってパンのコントロールができるようになっております。この拡張ディスプレイの D5 を使うことによって、今選ばれている8チャンネル分のトラック名、そしてレベルメーターとコントロールしている数値、今の場合ですとパンですね、の情報がリアルタイムに表示してくれるようになっておりますので、視認性っていうのはめちゃくちゃ上がってきます。ボリューム以上にパンって複数のトラック同時にコントロールしたいってことが多いと思います。例えばドラムだったりすると、ハイハットであったりタムの関係とか、 あと、ストリングスとかブラスとか、ファーストバイオリンからこう左から上にこう右に定義させたいなんていう時が多いと思いますので、こちらを使って、こっちから左からこんな形で、こんな風にコントロールできるのは非常に便利だなという感じですね。先ほど選択したトラックを1チャンネル単位でこのように切り替えられますよなんていうお話をしましたけれども、P17 を扱う上で8チャンネルのバンク構成っていうのが非常に考え方として重要になってきます。で今、改めて DAW ソフトを見ていただきますと、 トラック名の下の下部分、この部分に白いい帯が見えてると思います。この8チャンネルっていうのが本体上部の8個のエンコーダーに割り当てられてるトラックっていうことになるんですね。この8チャンネルをシフトしていくのがこちらにあります8と書いた矢印ボタン。このボタンを押すことによってトラックが8チャンネルごとシフトしてきます。DW ソフト側でトラック選択すれば自動的に選択しているトラックがフェーダーに割り当てられますので。 実際使っていく中で、こう、ボタンを使ってトラックを選ぶっていうよりかは、トラックの選択は DW ソフト上で行ってしまって、そこに対してボリュームどうするのか、パンどうするのか、なんていうふうに使っていくことが多いのかなって、使ってみて思いました。もしくはナビ機能を使っちゃってトラックを切り替えて、そして音量を取っていく。こういうのもありかなっていう感じですね。この辺に関しては、どの操作に慣れていくのか、必要に応じて使い分けていただければいいのかなって感じですね。また画面のこの部分には、 今、再生さされれれてているポジションが表示されてくれます再生してみるとこんな形でカウンターが進んでいくよと。で今、時間表記なんですけれども、ビートに変更することによって何小節目っていう表記をこんな形で切り替えることもできるようになっておりますので、こういうのもいいかなと。でもちろん、ここで何分何秒って細かく考えていくよっていうことはあまりないのかなって正直思っているんですけれども、というよりかは、再生したときにこうカウンターが進んでいく様子。 これが視覚の中で動いてたりすると結構テンションっていうのも上がってくるのかなっていうのがちょっと実際触ってみての印象だったりしますはい続きましてこのコントロールサーフィスを使う一つの理由になるであろうオートメーションの入力これも実際やってみたいと思いますオートメーション関連の機能モード切り替えですねは、まあ、こちらのボタンで直接行うことができるようになっておりますおそらく一番メジャーなタッチモードこのボタンを押していただきますと DW ソフトのトラックも瞬時にタッチモードに切り替わってくれますはいでは書いていってみます わかりやすく教えて君の笑顔にちょっとざっくりではありますけれどもこんな形で書き込むことができます書き終わったらリードモードにしていただいて再生してみるとなんていう風に書き込むことができました当然手を加えたい場合はまだタッチモードにして どんどん修正していけば OK と。また今の操作自体を取り消したいなんていう場合には、u n d o を使うことが多いと思います。その時にもですね、ちゃんとここに u n d o の機能が割り当てられていますので、ポン、ポン、ポンとリセットして再度書いていくなんていう使い方ができてきます。まあ、非常にこの辺の流れがスムーズだなっていうのが実際使ってみての印象です。はい、ここまでがいわゆる一般的なフィジカルコントローラーの機能と、 いう形になるかと思いますが、P17 の一番の魅力というのは、やはりこちらについている16個のタッチスクリーンディスプレイかなと思います。で今までもこちょくちょく触っていましたけれども、具体的にどういうことができるのか、もう少し詳しく見ていきたいと思います。まず概要としましては4、4×4、16個のパッド ×5 レイヤー、合計80種類のコマンドを割り当てておくことができます。でそのレイヤーをどうやって切り替えるのかといいますと、先ほど触れてなかったここのボタンと、あとこれですね。 これを切り替えることによって、タッチスクリーンに割り当てた機能を呼び出すことができます。で、肝心なのはここからですね。この割り当てってどうやるのと言いますと、専用の imap っていうユーティリティソフトを使用していきます。使い方も非常に簡単でめちゃくちゃよくできてるんですけれども、ここのボタンファンクションのエリアに入っていきますと、この5つのレイヤーに設定されているパラメータを1画面で表示することができるようになっております。 フルカスタマイズすることができますので、自分のよく使う機能を同じレイヤーにまとめたりですとか、そういうカスタマイズができてきます。今はじゃあ例えば、ここに8個空いてるセクションがありますので、ここにパラメータ入れてみましょう。じゃあ、そうですね、分かりやすいところで、チャンネルミュートをアサインしてみましょう。割り当てたいボタンを選んだら、パラメータを選ぶ。これで割り当てができます。1、2、3、4。また、下側には、じゃあそうですね、ソロも。 入れてみましょうこれすごいのがですね、これリアルタイムにもこの状態っていうか反映されちゃってるんですね。ですので、割り当てた状態を転送するとか、そういう煩わしい操作っていうのが一切不要で使うことができます。じゃあ DAW ソフトに戻っていきますと、今ちょっとトラックがもうそもそもミュートになっちゃっているんですけれども、選択されている8チャンネルの中から、1、2、3、4トラックのミュートとソロがこんな形でコントロールできるという感じになっております。 あとはこれをどう組み合わせていくかっていうところなんですけれども、パッドに割り当てられる機能というのは、あらかじめ用意された DW ソフトのコマンドだけではないんです。で、ここがめちゃくちゃ素晴らしいところで、まずホットキー。これを使ってあげると、任意のショートカットをタッチパッドディスプレイに割り当てることができちゃいます。クリックトゥーチェンジで割り当てたい機能を入れて、自分のわかりやすい名前も付けられちゃうんですね。 これキーコマンドの割り当てのショートカットだったんですけれども、こういった自分の好きな機能を自由にカスタマイズしていくことができちゃいます。また、ミディコマンドを指定することもできるようになっております。この機能も非常に素敵なんですけれども、本体のこの部分に DAW123 というボタンが用意されています。これを使うことによって、同時に3つの DAW ソフトを実はコントロールできちゃうんです。IMAP 見ていただきますと、 こちらにも今、ロジック1プロが1番、2番がエイブルトンライブ、3番リーバーを設定しているんですけれども、これもここで選ぶだけですね。で、プリセットが呼び込まれるようになっております。同時に3つの DAW ソフト開いていますので、ちゃんと動く確認してみたいと思います。まずは DAW1 のロジック。これは先ほども動かしていましたけれども。はい、ちゃんと動いてます。で、今度2番、これエイブルトンですね。 はい、こちらも問題なく動動いいててまますすす番がリリーーパーですね、はい、バッチリ動いてます通常であれば結構めんどくさいこの複数 DW のコントロール切り替えなんていうものをボタン1個で瞬時に行うことができるっていうのはですね最高の強みになってくるかと思います。 でどういうにしてこういうことができるのかというと、まあ、ちょっとこれ、ね、セッティングのところにも関連してくるんですけれども、実はこの P1 なのにはミ i ポートが4つありまして、まあ、ポート4はシステムで使用するので、実際使用できないんですけれども、3つのポートを持ってるんですね。でそれぞれ今、ロジックをポート1、で、エイブルトンをポート2、リーパーをポート3に割り当ててたという感じです。で、それぞれをボタンで切り替えていく。そんなオペレーションが可能になっているわけです。 タッチディスプレイに割り当てられる機能っていうのは DW ソースによってかなり変わってきてしまうんですけれども例えばロジックの場合だったりすると今 EQ っていうモードにしたんですけれどもこれによってプラグインのパラメータをコントロールするということもできたりもしますただ残念ながらそこまで細かく割り当てをカスタマイズしてとかっていうのはできませんのでそういう時に便利なのが何も機能が設定されていない場合この JOG というのは再生ポジションの変更になるんですけれども フォーカスモードをオンにしていただくことによって、マウスカーソルがある1のパラメータをコントロールするという機能に変わってくれます。周波数を変化させる。原因を上げ下げする。球を狭める。なんていう一連のパラメータが割り当てることなく使えてしまいます。当然、これ、エフェクトだけではなくて、シンセンに対しても有効ですので、例えばこうパラメータが多いシンセン音源で、 カットオフだけコントロールしたいとか、そういう使い方ができてきます。これも知っておくとかなり便利に使っていただけるのかなといった感じです。はい、という感じでこの P1 なのできえることがとにかく多い、一般的なトランスポートであったりフェーダー、パンなんかのコントロールとして使っていただくのはも,もちろんなんですけれども、タッチディスプレイ組み合わせることによって、よりパーソナライズされたエディットが行えるかと思いますので、ちょっとこれ何を割り当てるのかっていうのは工夫が必要な部分はあると思うんですけれども、時間をかけて悩む価値は十分にあると思いますので、 ぜひご活用ください。それも含めて、このフル機能を使うためには、ディスプレイやっぱりあった方がいいかなというのが個人的な感想でございます。製品の概要については、この動画の概要欄に製品ページのリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。また、この iCon Pro Audio のフィジカルコントローラーシーズ今回ご紹介したこの P17 以外にも、上位モデルもラインナップされており、そちらもお貸しいただけるということなので、ぜひそちらもチェックお願いいたします。 ということで今回はアイコンプロオーデ P1 をご紹介ししてみましたこのチャンネルでは今後も音楽制作に関するさまざまなテーマの動画定期的に更新していきますので是非チャンネル登録や動画への高評価コメント等もお待ちしておりますそれではここまでご視聴ありがとうございました